皆さん毎度ごきげんよう。今日はですね、なんとRIZIN25 にやってきました。来ましたね。やっとですね。いやほんまに、いや待ちに待ったこの日ね。何を楽しみにしてたかというと、はい、今日はですね、朝倉未来さんのタイトルマッチです。よいしょ。いやー楽しみですね。本当にめちゃめちゃ楽しみね。いやこの時を待ってたんですけど、この時待ってましたね。しかもね、なんと大阪でやってくれると。いやいやほんまにめちゃめちゃ近いで、まあ嬉しい気持ち半分。そうですね、ちょっとね遅れてるやつら2人いるんで。いやほんまに、いやー舐めてるよね、確実に。いやほんまにそれは行った方がいいです絶対。四つ葉くんに関してはまあ仕事なんで、まあそうっすね、仕方ないとして。はいはいはい。パスタ何してんの？なんか飯食いに行く言ってましたよ。確実舐めてるもう罰ゲームだね。あ、そうっすね。五輪狩りとかしようか。いや僕と一緒にバンジー飛ぶでいいんじゃないですか。あ、それもありだね。あとね、もう一つ難点があって、はいはいはい、今第3波来てるでしょ。確かに確かに。で結構厳重なんですよ。そうっすよね。でまあ大阪もね結構人数出てるんで、はいはいはい、人とね喋るとなったら結構密で、人がやばかったんですよ。やばかったっすよね、さっき。でちょっと話、人と話せる雰囲気でもなかったんで、入り口20になってましたもんね。もう北海道の玄関ですか結構やばかったですねまあそんな感じなんで、まあ会場の雰囲気とかね伝えていけたらなと思いますそうっすね、うん、でまあ終わってから、まあ、まあ暗くなってると思うんですけど。そうっすね。まあ多分その頃にはね、四つ葉くんとパスタも来てるんかな、はいはいはい、はい、と思うんで、まあその時にね外に出て、まあその時はね、ここで話せる人がいたら、そうっすね、話していこうかなと、はいはいはい、いう感じでやっていきますか今日は。そうっすね。じゃあ行きますか。はい、ミルクでなんですけど、はい、見てください、あの会場。もう2時過ぎてるんですけど、こんな感じです。ずっと絶え間なく。やばいっすね。やばいでしょ。あれ1入り口でしょ。あれ1です。でさらに上に2があります。少ないんですけど。早速なんですけど、行きますか。どこっすか僕ら。僕ら S です。S。S です。ちょっと今から1時間前後になるんで。そうっすね。その後また会いましょう。はい。自分でもそうです。だから客観的に見て負けてみたいなと思ってます。無双の伝説、朝倉未来。The war heals but it never does. That's cause you at war with in the love. You at war with love. Me caroいったもん。私も撮りたいそっくりもすごいそっくりやもん。やばいよ。いくよ。チーズ。オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいですよ。あ、いいですありがとうございます。ありがとうございます。また頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。すごいよ。すごいよ。ありがとうございます。またよろしくお願いします。え、何 ?YouTube チャンネルなんで？朝食ミルクです。朝食ミルク。はい。わかりました。見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいっすよ。いいっすよ。ちょっと写真撮ってもらっていいっすよ。はい、チーズ。はい。ありがとうございます。吉田君、外した。はいはい。はいはい。あ、そうですよ。はい、知ってます。わかる。大丈夫ですか？どうぞ。はい。はい。一番。オッケー。ありがとうございます。おめでとうございます。3、2、1。
ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube やってるんですか？ YouTube と TikTok も違います。朝食ミルクって名前でやってます。あ、全然あれ違う、あの名前で。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、四つ葉くん遅れてきました。そうっすね、3試合ぐらいしか見てます。すいません大遅刻です。そんな感じでね、まあ雰囲気も結構湧いてたというか、うん、拍手喝采、はいはいはい、が結構でかかったんで。でも最後のね、3ラウンド目とかもうすごいみんな立ち上がってね、もうやばかったね。やばかったっすね。すごかったっすよ。もう出し声出したらダメって分かってても出しちゃうぐらい、うん、もう湧いてた。確かに、まあ、僕は座ってたんだけど。確かに確かに立って冷静だった。まあそんな感じですね。はいはい。いやでもね、今日 YouTube 史上最高の撮れ高があったであろう。あったですね。ありました。そうっすね。最後にね、吉田くんに会いました。そうっすね。いやー、吉田くん TikTok 見てくれてるって言ってくれたんで、うん、あ、本当っすね。お、すごい嬉しいね。めちゃめちゃ嬉しいです、うん、確かに確かに。結構どうなるかなって最初思ってたんですけど、はいはい、まあ結果的に良かったかなって、はいはい、思います。僕らのね、心はもう満足。なるほど。3試合しか見てないから。確かに、ちゃんとでも心はもう一緒やったんで。はい、わかりました。とにかく楽しかったです。はい、ありがとうございます。ということでね、ライジン25終わりました。そうっすね。いやいや、面白かったですね。いや、めちゃめちゃ。そうだね。まあ結果はまあもう皆さん見てもらってるんで分かると思うんですけど、はいはいはい、まあなんといっても生で見たんでね、うん、まあなんと現場の会場のね、臨場感とか、はいはい、まあこういう時期だけどやっぱ無の熱気というか、はいはいはい、みんなのねがあって、まだ新しい感じで新鮮でしたね。そうだね、やっぱり生で見るとみんなかっこよく見えるしね。確かにテレビとはまた違って、うん、すごい興奮したね。いや、ほんまになんていうんですか、煙とか火とか、あ、演出、演出がすごかったですよね。ライジンすごいよね、マジで。いや、ほんまに感動しました。もう全然知らなかった選手とかいたんですけど、はいはいはい、とも良かった。いや、ちょっと待ってください。はいはい、どうしたんですか四つ葉くん。3試合しか見てないから大遅刻かましてるんで。いや、どの口が言ってんだか言いたいですけど。いや、ほんまに、いや、パスタに関しては来なかったですから。いや、ほんまにね。あいつ締めてやろうか。5時間ぐらい中華巡り歩いてたらしいですよ。やばいでしょ。僕はね、ちょっと用事があってね。あ、そうですね。いやー、それにしてもね、やっぱ興奮が冷めないですね。うん、うん、やっぱり格闘技はね、格闘技いいですね。すごかったっすよね、ほんまに、まあ、一つ一つの試合にドラマがあって。いや、ほんまにほんまに、うん、下見たら、あれですね、バビーが、ね、あー、確かにもういましたし、会場出てから、ミルク結構なんかファンの方にね。確かに最初ね、あのサングラスかけてなかったんですよ。そうっすよね。まあこの期間だし、あんまり喋らないでおこうかなと思ってたんですけど、はいはいはい、そうっすね。まあファンの方が声かけてくれたりしたね。そうっすね。もしかしてミルクさんですかって言われてましたもんね。そうですよ。びっくりしましたよ。それでも僕のことを見つけてくれるファンの方がいて。いや、ほんまにね。いや、コアですね。あれでもすごい嬉しかったね。めちゃめちゃ嬉しかったですよね。え、うん、僕に関してはタクマと言われましたけど、最近多いよね、それ。証拠も声かけられなかったですね。まだ認知がついてきてないんで。これから、これからね、ちょっと主張を激しくしないんで。消去法で吉田くんって言われてましたもんね。これの顔ぶれは見て、あ、吉田くんって消去法やったっすね、完全に。まあ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 、まあ最後にね、うん、あの本家の吉田くんと、はいはいはい、まあ若干なんですけど喋ることができて。そうっすね、うん、あの TikTok を見ててくれたみたいで。いや、嬉しいっすよね。リンクされてることはびっくりしましたね。いや、すごく嬉しかったね。なんて言われたんでしたっけ。あ、TikTok の人何も言ってないんですけど、あの認知してくれたみたいで嬉しかったですね、うん、いや、吉田くんでかかったっすね。いや、スタイルもめちゃめちゃ良かったし、うん、いや、ほんまにその動画で見る限りはなんかダイエットするとか言ってたんですけど、そうっすね、見てみれば結構スタイリッシュで、そうだ、ね、高身長でイケメンでしたね。ねえ、ほんまに。で、神対応と、神対応でしたね、ほんまに。
300人ぐらいと写真撮ってましたもん。それは盛りすぎです。いやいや本当にね、すごいね、もうみんな人だかり、いや人だかりやばかったです。ですね。いや今日寝れるかな。熱さんやらんです。そのぐらい興奮してますよ。うん、いろいろとね、いろいろと大晦日、はいはい、にまたライジンがあるみたいですけど。そうですね。まあ対戦カードが決まったんですか。あ、決まってるみたいですよ。ね、はい。で、結構有名な顔ぶれが揃ってるみたいな。揃ってましたね。まあこれもね、面白くなりそうだね。いや確かに。年末もやばいでしょ。楽しみですね。いや格闘技、マジ好きだわ。すいません、取り逃がした。もう、彼これ、あれですか、1000人突破して。そうですね。また、うん、プラス1000人ぐらい増えて。いやほんまにめちゃめちゃ光栄ですね。毎日ね、こう10人20人ぐらいチャンネルのおかずがですよね。嬉しいですよね、ほんまに。ありがとうございます。まあこの調子でね、僕たちも上がっていけたらなと。そうですね、思ってるんで、はい、また皆さん応援よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、ごきげんよう。皆さん、お前とごきげんよう。今日は久しぶりにドッキリを仕掛けようかなと思います。おー、いきなり吐血したら、あのメンバーのゆつばくんはどういう反応するかっていう。あー、なるほど。企画はね、めちゃめちゃ体調悪いよ。